t 2級の一隻、ハットクリーク T2 タンカー、あるいは T2 とは、第二次世界大戦中に、アメリカ合衆国において、大量建造された、戦時標準線型石油タンカーである。当時世界最大のアメリカ海軍給油艦であり、1940年から1945年に、かけて、およそ500隻が建造された。平均建造期間は、 流骨の据え付けから竣工まで70日間だった。最短建造期間の記録としては、マリンシップ造船所が T2SEA1 型の一隻であるハンチントンヒルズを建造した際の機構から海上公務まで33日というものがある。カイザー造船によりスワン島の造船所で建造された最初のタンカーであるスケネクタディは、 粗悪な鉱材と不適切な溶接工程によって、切損事故を起こした。リバティ戦では、同種の事故が重大事故だけですでに10件、発生していたが、スケネクタディの事故は、新聞報道によって、広く知られることとなった。基本型の T2 タンカーの全長は152.9メートル、全幅21メートル。総トン数は9,900トン。 最下重量トンは15,850トン、基準排水量は2万1000トンだった。蒸気タービンによる一軸推進で、最高速度は15ノット。メリーランド州のベスレヘムゾー船所スパローズ、ポイント工場にて、商用に6隻が建造されたが、アメリカの第二次世界大戦参戦に伴い、そのすべてが、アメリカ海軍に買収された。T2A 型は、 建造初期のデザインバリエーションである。全長は160メートル、排水量は22,445トンで、総トン数は1600トン、最下重量トンは16,300トンと船体が大型化しているが、速度は向上し、最高速力は16.5ノットだった。接損事故を起こした、スケネクタ DTE2 型タンカーの中で最も多く、 建造されたバリエーションが T2SEA1 型である。これはもう一つの商用向けバリエーションで1940年に3造戦車がニュージャージー州のスタンダードオイル向けに建造したものであった。全長は159メートル、全幅は21メートルで、総トン数は1448トン、最下重量トンは16613トンであった。 ターボエレクトリック機関を搭載し、時空魔力は6000馬力、最大で7240馬力を発揮し、最高速力は15ノット、航続距離は 2300km に達した。参戦後、米国海事委員会は、すでに生産が拡大していた軍艦への補給のため、この型のタンカーを一括大量を発注した。アラバマ州モービルのアラバマ選挙造船社。 オレゴン州ポートランドのカイザー造船所スワン、島工場、カリフォルニア州サウサリートのマリンシップ社、そしてペンシルベニア州ジェスターの3造船選挙者の各造船所で、この方の481隻の建造が驚くほど短期間に進められた。T2SEA2 型は T2SEA1 型とほとんど同型で、A1 型と A2 型の違いは、 機関出力が7240馬力から1万馬力に向上したことのみである。T2SEA2 型はサウサリートのマリンシップ社でのみ建造された。ありがとうございます。